熊本の指導村入ったからね、バッチリだったね、皆さんね。はい、ということでですね、今ですね、阿蘇は観光にぴったりの季節になっています。ぜひですね、これを機に熊本阿蘇に遊びに来ていただければと思います。お待ちしています。今日はね、マモンからもね、その魅力もいっぱい詰まってて、熊本の魅力もいっぱい詰まっててってね、いいところをお伝えするあの曲があるよね。なんでそんな顔、私の顔を覗かせるの。あるよね。うん、皆さん、退屈そうって聞きたくないんじゃないかって、僕の歌なんか、僕の体操なんか見たくないんじゃないかっていう。それで今日そんな卑屈なの。ありがとうございます。今からくまモンね、実はくまモン体操っていうですね、熊本のいいところがたくさん詰まったあの体操あるんですけれども、その曲をね踊ろうかなと思ってるんですけれども、踊ってもいいですか。わあ、びっくりだね、くまモン。本当に本当に踊ってもいいのかも。よかった、聞いてますよ。もっと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 、よし。今日自分で上げときながら、はい、じゃあね、皆さんからの声にお答えしてという体でですね、ちょっと踊らさせていただきたいと思います。じゃあね、ポーズをちょっとだけご紹介してですね、踊りたいなと思うんですけど、熊本どこご紹介しましょうか。はい、朝、熊本城じゃないよね。